皆さん、こんにちは。能美市国際交流協会の牛間健です。11月23日に1年の一番大きな国際交流イベント、国際交流広場を開催します。いろんな国の文化に触れたり、いろんな体験ができます。では、去年のステージの様子を紹介します。今年の広場もステージで様々な国の音楽やパフォーマンスを紹介します。特別ゲストとしてブラジルの音楽演奏者で能美市の観光大使である鏡淳さんのパフォーマンスもあります。ぜひ来て世界とつながってください。待ってます。